崇城大学の航空整備学専攻は大学で唯一国土交通大臣指定航空従事者養成の認可を受け、毎年多くの航空整備士を輩出している。進路に迷っていた高校生の頃、恩師が元航空整備士という奇跡のような出会いが彼の将来を決めた。入学後は航空工学の授業や航空機に関する基礎理論、航空機整備の技術習得など、国家試験である二等航空整備士取得へ向けた忙しくも充実した毎日だ。国家資格取得に関しては大学のカリキュラムそのものが資格取得に特化したものですし、先生方のサポートも本当に助かっています。航空整備学専攻の学生たちは3年次から阿蘇熊本空港に隣接する学生寮での生活を始めるため、授業や実習に集中できる学習環境が整っている。同じ目標を持つ仲間たちとの共同生活だからこそ、クラス全体の一体感や競争心などが育まれ、ここから多くの航空整備士が羽ばたいているのだと彼は言う。充実した学習環境と大学からのサポートを受けて在学中に国家資格を取得する。だからこそ航空機についての知識や技術には絶対的な自信もついて、将来のビジョンはしっかりと見据えることができています。集中できる環境での学習と切磋琢磨できる友人たちとの生活、崇城大学でしかできない経験こそが実社会でも評価の高い航空整備士となる理由であることは間違いない。